どうもーちでーす。今日はですね、前回に引き続き森の洋館の2階と3階を攻略していきたいと思います。で、前回ここに仮拠点で作ってたんですけれども、これ裏でちょっともう壊しちゃいました。クリーパーとかがここら辺穴だらけですごい攻めてくるんですよ。なので森の洋館の中に一つ部屋をいただいて、そこに拠点を作ってしまおうと思いました。なのであそこは全部撤去してあります。なんだこのキノコ、すんごい長い。こんなキノコって育つの、上にすごいな。あ、ここいいね。ここちょっと拠点にさせてもらおう。これでいっか勝手に森の洋館を占拠して拠点を作るっていうまあこれもありだよね。よし、じゃあここにちょっといろいろ物をまずは置いちゃいます。はい、とりあえず装備類は全部ここに置きました。これで拠点が一つ完成ですね。よし、じゃあ早速ですね、前回に続き2階を攻略していきましょう。うわ、暗いな。どっちから行こうかな。右から行こうか。あんまりズカズカ行くと急にやられるからねなんだろう、これはベッドかな。あ、こういう使い方もあるんだね。テーブルは階段だ。階段を逆さまに置いてんだ。なるほどね。お、こっちはベッドがまたちょっと色が違う。紫とピンク。こっちはなんだ？うわー、大丈夫か？これなんか嫌な予感しかしないけど大丈夫だ全部ベッドの色が違うんだね。ちっちゃい木が植えてあるお、ゾンビ発見。うわ、チビゾンビがいる。本棚があるんだけど、なんか嫌な声もするんだよねうわ、これ絶対いるよな。絶対いるよ、ここいないかな。うわ、クリーパークリーパー、おおクリーパーに吹っ飛ばされた。とりあえず穴ができたついでに中入っちゃおうか。ここは結局どこに繋がってんのかな。うわ、3階。え、なんだこれ、どうなってんだ。うわー、やばい、ビンディケーターが3体もいた。あんなのまともにやってたらやられちゃうから、この辺のちょっと木を拝借して、ここで高い位置に行って、そうすれば、あ、大丈夫だね安全に敵を倒せる。よし、さてここは戻しておこう。これ真ん中のこれなんだ、特に意味ないのかな。あそこにもいるのか。
ケルトンだ。倒した。これは上に行って大丈夫だろうか。おお、すごいね、たくさんある。これ開くんだ、ここ。まあ特に何もないね。おっと。ここは、あ、これで終わりだ。その逆は反対行ってないよね、こっち。なんか危険な匂いがする。またクリーパーがいる。こっちはなんかさっきの部屋に似てる。なんか燃えながら下に落ちてきたよ、ゾンビが。お、これで一周してきたのかな、2階は。一周してきたね、ぐるっと。ちょっと一回荷物を置きに行きます。じゃあこれで2階は終わりなので、次3階行きたいと思います。なんかいきなり暗いな。うわー、なんかとんでもないことになってる。クリーパーもいるわ。おお、これですごい音がしてたんだ。あ、これは湧くわ。暗いもん。よし、じゃあ上行こう。うわ、これまた暗いな。とりあえず手前から見ていきます。おお、なんかいいね、おしゃれだね。あの旗は何だろう、取れるのかな。あ、取れた。珍しい模様の。持ってる。これ後でどっかに飾ろう。はい、じゃあ次。こっちも作りは一緒なんだね。ってことは、あ、あった。おなじみの旗が。おお、これはエボーカーなのかな、それともビンディケーターなのかな、どっちなんだろうね。なんかちょいちょい主張してくるんだよね。一回にもあったしね。あー、エボーカー。ビンディケーターか。ビンディケーターがいる。あぶね。さっきね、ちょこっとだけ見えたんだよね、向こうの端から。あ、違う、こっちにいたんだ。3体、全部で3体いるの、この周りで。あれ、なんだろう、あのモヤモヤみたいなの。うわ、こっちにもいる。すごい数だな、ここ。あれ、不死のトーテムってのもらった。あれ、
あれ、不死のトーテムってエヴォーカーが持ってるやつだっけ。そうだよね。あれ、今エヴォーカーいたのここに。どういうこと、エヴォーカーいたのかな今。なんか不死のトーテムもらったけど、これエヴォーカーってもっと大変なんじゃないの倒すのって。あれ、いた？エヴォーカーあの中にいたのかな。さっきあれかな、なんかうねうねみたいななんか出てたのがそうだったのかな。やばい、何の見せ場もなく撃退してしまった。こんなことある。何事もなかったかのようにあっさりと倒しちゃったよ。そっか、でも3階だからここにいてもおかしくはないんだよね。3階はそんなに広くないんだね。多分これで終わりだね。終わっちゃったよ。そっか、さっきのあの群れの中にエヴォーカーがいたんだ一体。まあしょうがないね、もう倒しちゃったし、もうエリリン持ってるし今。まあいっか。はい、というわけでですね、今回はあの、お、危ない。はい、というわけでですね、今回はエヴォーカーもなんか中に紛れてたっぽくて全く苦労もせずに倒しちゃいました。おお、また来た。ゾンビの方が大変だよもう。まあ、とりあえずですね、何でしたっけこれ、不死のアイテムでしたっけ。まあ、これはもらえたので、これがなかったら気づかなかった本当に。あ、不死のトーテムか。これがなかったら全くね、倒したことすら気づかないまま終わるところだった。たまたま下にコロンと落ちててあれって思ったんだけど、とりあえず、まあ、ここまでですね来るのにもう1万マスぐらい先だったんですけれども、これ皆さんのマップでもこのぐらいやっぱり離れてるんですかね。たまたま今回これだけ距離があっただけなんですかね。ちょっとわからないんですけど、とにかく遠かったですね。はい、というわけで森の洋館は攻略できました。あっさりですけど。はい、じゃあ今日はここまで。バイバーイ。